こんにちはビーーートルルズワールドニュースです速報ですす速報ポール・マッカートにグラストンベリーでクリッシー・ハインドとともにステージに登場したとのニュースです。マッカーはパークステージでのプリテンダーズのセット終了間際に短い登場を果たした。鋭い目をしたファンは彼がステージの脇に立っているのを発見した。プリテンダーズのフロントグーマンクリッシー・ハインドとハグをした後 昨年の今頃、グラストンベリーのヘッドライナーとして最年長となった真っ赤はステージに上がり、素早く親指を立て、そしてまた去っていった。多くの人が見たように、ポール・マッカートニーはパークで行われたプリテンダーズのギグに参加した。後日、ガンズ・アンド・ローゼズと一緒に死ぬのは奴らだの演奏にゲスト参加するかもしれないとツイートされていましたが、結局、見守るだけでした。2023 24年6月24日、 イギリスのグラストンベリーのグラストンベリーフェスティバルの4日目、ピラミッドステージでガンズローゼズが、死ぬのは奴らだを演奏した時、ポール・マッカートニーは見守るだけでした。以上、ビートルズワールドニュースでしたが、最後に、クリッシーハインドと共にステージに登場した動画をご覧になってください。ポールがステージで演奏しなかったので、エルトン・ジョンのライブにはサプライズゲストとして登場する可能性が高まったかもしれません。 ポールマッカートニーのライブに期待される方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。